どい時こそ動いた方がいいというテーマで今日はお話ししたいと思います。しんどい時ってね、結構動かなくなっちゃうんですよね。まあ、肉体的にもこう精神的にも、ずっと頭の中でぐる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 考えたりしてね、行動が伴わないなんてことがよくあるんですけれども、しんどい時こそ具体的に動いちまった方がね、精神的には実は楽なんですよね。もちろんね、休むことも大事だとは思うんですけれども、実際ねちゃんとこう休めればいいですけど、僕みたいに神経質な人間はね、休んでる時も頭はめちゃめちゃ動いちゃうんですよ。ずっといろんなことを考えてる。それってね、肉体的に休んでいても頭はずっと休まってないので、こう精神的に疲れてくるんですよ。だったらもうね、動いちゃった方が精神的に休まるということがあると思うんですよね。僕と同じようなタイプの人いると思うんですけれど、とにかく悩むのをやめるために動くと、そういう感じですね。突然必要なものが出てきた時ってあるじゃないですか。突然必要なものが出てきたんだけど、それはもう昨日捨ててしまったみたいな、ね、まああんまりないシチュエーションかもしれないけど、まあ例えばそういうシチュエーションがあったとしましょうね。でね、こう考えちゃう人っていうのはね、うわーなんで昨日捨てたんだろうってね、残しておけばよかったって、ああでもあの時こうだったからな、いやでもね捨てたのも仕方ないんだよな、あーどうしよう、あーどうしようってなるんだけど、もうそんなことはね、もううるせえと、置いておいて、じゃあさっさと買いに行こうでつって、もう買いに行く、買うで始めるみたいな、そうやってシンプルにどうしたら立ち止まらずにいられるか、動けるかっていうことを行動の指針にする、ある種動き続けることを習慣化するってことですね。なんかこう最近精神的に疲れちゃうんだよなとか、なんかモヤモヤするんだよなとか、動けずにいる人たちはぜひ行動し続けることを習慣化してみてくださいということで、皆さんフォロー、コメントよろしくお願いします。